はい、皆さんこんにちは。私立松ヶ瀬学園の松ヶ瀬です。今日の調理実習ですね、ペペロンチーノを作ります。はい、まあペペロンチーノと言ってもですね、ちゃんと乳化させてとかそういうやつじゃなくて、フライパン一つで作る、まあどっちかっていうとペペロンチーノのような食べ物ですね。はい、まあ簡単にフライパン一つで作れるので、一人暮らしの男性諸君も全然真似できるんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは材料ですね。はい、こちら、パスタが 100g ですね。で、鷹の爪で、これベーコンですね。ベーコン、ブロックベーコン、はい、これ 40g ですね。チューブのニンニクですね。で、塩、オリーブオイル、黒胡椒という形で、今日はこんな感じで、まあ、最後に飾り付けで乾燥パセリとかも乗せる予定ですけど、まあ、一旦なければそれも大丈夫なので、こんな感じでいきます。じゃあですね、ベーコンこれだけ切っちゃいます。まあ 40g なんで、これだいたい1個 10g ぐらいで、まあ食べやすい大きさですね。どうしよっかな、半分にして、半分半分ぐらいな感じですかね。はい、まあこれはね、別に大きさとかこの辺は形とかは全然好みでやってください。別に決まったこれじゃなきゃダメっていうのも全然ないので、はい、こんな感じで、僕は標識みたいな感じの細い感じにしました。はい、それでは火を入れていきましょう。はい、まず火をつけまーす。で、オリーブオイルですね、だいたい大さじ1ぐらいですね。はーい、はーい、入れました。で、ちょっと温まる感じで、まあここにベーコンなんですけど、うん、最初に入れちゃっても構いません。OK。で、ベーコンは軽く、この後ね、結局一緒に茹でちゃうんで、がっつりなんか火を入れるっていう感じではないんですよね。焼き目がつけば、みたいな感じですかね。はーい。これで OK かな。ベーコン一旦こんな感じで、はい、炒めました。で、ここにですね、水を投入します。だいたい水が450かな。はい、入れていきましょう。で、これパスタによってちょっとね、水の量とかも変わるんで、その辺は、さじ加減は、うん、こんな感じですね。はい。で、火をつけます。また。で、ここに、この、お湯が沸いたらパスタを投入するんですけど、まあ、以前も、何の時かな、カルボナーラの時に言ったと思うんですけど、フライパンで作る際ね、ここの長さがね、フライパン普通これ30センチのフライパン使ってるんですけど、だいたい家庭にあるのは26か28なんで、パスタが縦に入らない場合があるんで、その場合は折ってください、これ。半分にピッて。そしたら入りますんで。一個ね、この30センチのフライパン持っておくと、めちゃくちゃ便利なんで、こういうワンパンパスタとかも折らずに全部できるし、はい。なんならここで茹でれますからね、パスタ、普通に。で、ここでちょっと、塩をピピピと入れておきます。軽くでいいです、ここはね。普通、パスタ茹でるときは、水の量に対して、1%。今回は450入ってるとしたら、4.5g。入れるんですけども、全然そんなにいらないです。また一個忘れる人はコンソメ使うわ。お、沸いてきましたね。はい、では、お湯、こちら沸いてきたら、パスタを入れます。はい。これね、下のベーコンが邪魔してるんですよね、パスタを茹でるのに。まあ、すぐパスタがね、ちょっと茹だって柔らかくなったら全然大丈夫なんですけど。はい。よいしょ。時間測っとくか。まあ、一応これ時間はね、本当は水分が飛ぶ感じなんで、時間測んなくてもいけるんですけど、一応このパスタ自体が8分なので、7分一応測っとくか。で、ここで、
最近に紹介し忘れたコンソメちゃんを使います。はい、コンソメを小さじ1ですね。はい、小さじ1多いかな、小さじ 0.5 ぐらいでいいですね。はい、うん、匂いだけはコンソメ強いからあんまりあれなんだよね。ペペロンチーノっぽくない感じがする。で、これたっぷりのお湯でね、麺がしっかり浸かってるわけじゃないんで、だいたい表示時間より時間かかるんですよね、茹で時間が。なのでちょっと水が減ってきて味見とかしてみて、麺の硬さがまだだなとか自分好みじゃないなと思ったら少しね水を足してください。その時は結構家の火力とかにもよってもね、この時間とかその水分量とかも変わってきますので、結構で、これオリーブオイル入ってるし、その麺の茹で汁をそのまま使ってそのままやってるじゃないですか。だから結局ここでもうすでになんか煮詰まった頃に残った汁が乳化されるみたいな感じでソースになるっていう感じなんですよね、要するに。はい、結構ねこれに関してはねめちゃめちゃ邪道なので、はい、そんなのペペロンチーノじゃねえっていう人もいるかもしれないですけど、あくまでこれはペペロンチーノのような食べ物なので、はい、その辺はお間違いなく。で、今回はね、この後、ニンニクとか入れるんですけど、生のニンニクがお家にある方は、別に最初のベーコンを茹でるっていうか、焼く段階で、最後の方にニンニクを入れて、ね、香り付けするのも全然ありなので、作り方としては。まあ、大体チューブの方がね、家にあるの多いと思うので、今回はチューブでやってますけど、僕もできればね、生の方が好きなんで、ニンニクはね、生ニンニク。うん、これもう見たらわかると思うんですけど、このスープっていうかね、これもう白濁して、これもうちょっとなんか乳化されてる感じなんですよね。これもうこれで全然美味しいです、言ったら。で、ある程度もう残り1分ぐらいかな、スープもなくなってきたかなっていう頃に、こうやって僕は鷹の爪をこれ少し入れます。これはねお好みです、はっきり言って。辛さは、辛いのが苦手っていう人はこの鷹の爪全然入れなくてもいいですし、鷹の爪家にないっていう場合は一味唐辛子とか七味唐辛子とかあるじゃないですか、ああいうので代用してもね全然大丈夫です。これだとねもうちょっと水を入れましょうか。これだと多分ねまだ茹で時間が早いんですよ。はい、やっぱり茹で時間ちょうどだとちょっと芯が残る感じですね。なので水の分量を最初から500ぐらいにしてもいいかもしれないですね。はい、じゃあもうこれでだいぶ大丈夫なので、ここで火止めます。僕はでニンニクを5センチぐらいですかね入れて、軽くブラックペッパーで、さらにここに乾燥パセリなんかをもう入れちゃいます。はい、こんな感じでもう大丈夫ですね。で、ニンニクがよく全体にいくように、はい、煽ってあげて、はい、これで盛り付ければ完成ですね。はい、それでは盛り付けて実食してみましょう。はい、それではワンパンペペロンチーノ完成です。はい、それでは完成しましたので実食してみたいと思います。はい、いただきます。非常にあれですね、乳化もいらずにこの感じは素晴らしいんじゃないでしょうか。うん、うわ、ニンニクの匂いが結構最後の方に入れたんでね、香りがすごい強く残ってます。うん、うん、めっちゃうま。うん、
ベーコンも相性いいですね。しっかりと鷹の爪も辛さが出て非常に美味しくなっております。これならね、ほんと洗い物もね、フライパン一つですし、うん、めちゃくちゃ簡単に作れますし、失敗ないんでね。あとはね、好みのあのコンソメをちょっと強くしてみるとか、いろいろ試してほしいですね。あの鷹の爪を多くして辛さを出してみるとか、うん、今回はすごい一番簡単な感じにしてみたんで、まあベーコン使ってますけど、使うの別にベーコンじゃなくてエリンギとかね、キノコ類でもいいですし、それこそ海鮮系、タコとかエビとか、ああいうのでもすごい合うと思います。野菜だったらキャベツとかでもいいですしね、すごいいいと思いますよ、これ。うん。はい、それでは本日の動画は以上となります。この動画が面白かったと思う人は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってますので、そちらの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、じゃあねー。